ッピング。スカイパーフェクトラジオ。こんばんは、スカパーガラスケです。岡村です。お願いします。よろしくお願いします。阿部アランさん、はい、セブンオーダーの。セブンオーダー、はい。ヒプノシスマイクでもご活躍されてる、はいはい、阿部アランさん。多方面で活躍されてらっしゃいますよ。バースデー、はいはい、生放送っていうのをBSカパーでやりましたね。先日やらせていただきまして、はい、大好評いただきました。あ、大好評でした。ありがとうございました。本当にいやありがとうございました本当に、ね、まあ、このチャンネル登録してくれてる方は、もしかしたらこうね、そんな話いいよっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですけど、いやそれはまあまあ男性アイドルですからね。そうなんですけど、ちょっと話させてください。まあ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 、ちょっと今後のね、これ興味あると思うんですよね、聞いたら、広いトピックにおいては興味ある可能性がある、可能性があるんで、はい、ぜひちょっと最後まで聞いていただきたいんですけども、そうですね、言えることとしてはね、はい、要は、25歳になる誕生日の、はい、まあ、前日よね、前日の夜23時、はいはいはい、あと1時間で25歳になるっていうところから生放送を開始して、そうですね、で誕生日になって30分間やって90分の生放送だったんですよ。はい、でちょっとお酒とかも飲みながら、ね、まあ親友のゲストが来たりとか、あとまあなんか25だからの悩みに視聴者からの質問に答えるとか、なんかそういうのいろいろやって、ファンの人たちと視聴者の皆さんと一緒にこう誕生日になる瞬間を祝うっていう ね、 うね、まあまあなんかこう YouTube とかやったら、まあ YouTube ライブとか、ライブとか、まあね、ショールームとか、まあ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 なんかよくありそうじゃないですか。まあアイドルとかだったら特に、まあ、なんかインフルエンサーの方とかやってらっしゃるんじゃないですか。そうそうそう。それをこうなんかあえてこうテレビでやるっていう、これってすごいいいことやなと思ってて。ああ、結構今回狙い通りって感じですか。狙い通りだし、すごい反響もあったし。はい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 。そう。やっぱり多少こうリッチにできるし、テレビでやることで。いや、そりゃそうですよ。だってスタッフもいるし、そう、まあ音も映像も綺麗だし、スイッチングもしてくれるし。そう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 。それはプロがやってくれるから綺麗ですよ。そうっていうので、ね、このテレビで生放送でちゃんとやるっていう需要って確かにこうあるなっていうのを俺は感じたんだよね今回。なるほどなるほど、まあ、特に誕生日の1年に1回しかないですから、そう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 、一緒に祝いたいっていう気持ちに寄り添うにはすごい言い方じゃないかと。で、まあ、はい、まあ我々スカパーはですね、はい、有料放送っていうビジネスモデルですから、はいはいはい、まあ要はお金を払ってでも見たいと思えるコンテンツをどれだけ届けられるかっていうのが大事なわけですよ。ペイチャンネル的なね、そうそうそう、システムですからね、っていう意味では、このまあアーティストなり、はいはい、アイドルなりの、まあ声優さんでもいいですよ、まあまあね、この誕生日の生放送っていうのは、これめちゃくちゃ需要あるなと思って、まあ、誕生日の瞬間を迎えたのが良かったですよね。まあそうそうそう。だから推しが誕生日になる瞬間って絶対に起きてたいし。確かに尊い瞬間ですからね。そう。祝えるなら一緒に祝いたいじゃないですか。本人が今ここで。そう。いる瞬間を様ね。確かに、オールナイトイベントなかなかできないですからね。そう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 。だし、有観客で。そう、有観客でね。なかなかできない。それこそ、ハロープロジェクトさんとかは、はいはいはい、当日にやっぱこうイベントとかもやられてるわけですよ。バースデーイベントってね。そうそうそう。僕もたまに行きますけど。あ、まあね。はい、まあ、今月はね、朝倉キキさんがね、そうそうそう、誕生日迎えましたから、ね。行きますよ、はい。行ってきました。多分これが上がる頃には。行ってきてますか、まだ行ってないけど、ね。まだ行ってないですけど、まだ開かれてないですけども。開かれてないけど。あ、行く予定ですか、はい、そうそうそう。素晴らしいじゃないですか。はい、そうですよ、はい。っていうので、ありますよ。まあまあまあ、でもその特別感っていうのは、正直その反響にちゃんと出てたってことですね。ちゃんと出てた。だし、やっぱ本当に岡村もさっき言ったけど、はい、このなる瞬間、この瞬間こう一緒に。っていうのは、こうなんかね、テレビでやるっていうのは、確かにね、このちょっとこうリッチ感というか特別感もあるし、確かに。まあ、YouTube ライブには出せない、その、なんていうのかな。いや、わかります。セレブ感というか。まあ、ほんまにお祝いしてんだなっていう。そうそうそう。感じというか、ね、感じを、まあ、手作りの感じはなくなりますよね。そうそうそう、そう手作りじゃなくなるっていう。そうですね。本当にいろんな人が動いてやってる感じが出て、そうそうそう、本当に祝ってる感というかね。そう、なんかそこってなんかやっぱ発明なんじゃないかなと思って。いや、でもそうなんじゃないですか。いや、これ全然言い忘れてましたけど、じゃ、僕も当日フロアにいたじゃないですか。うん、まあ入ってたから。はいはい、だからハッシュタグとかね、エゴサ、はいはいはい、まあ
軽くしながらなんですけど、はいはい、鬼のようなハッシュタグの投稿の量、そうそうそう、やっぱこれ反響がそのリアルタイムでブワーって出てきて、そう、なんかツイッターのなんか仕組みが分からんけど、うん、ね、そのトレンド入りとかがそのどうやったらあんなにつぶやかれてんのに、うん、多分総量で言ったらすごいじゃないですか、すごい量、何万件って多分つぶやかれて来てましたよ、なんかすごかったな、あれすごかったな、まあ夜やしね、みんなやっぱこうお酒飲んでるとこも良かったな、なんかまあ大人ね、25歳ですから確かにね、なんかああいうムードで、ムードで、いや例えばやけど、うん、これが分からん二十歳になる子とかやったら、うん、その二十歳になった瞬間にじゃあ皆さんと初めての乾杯をしますとか、めっちゃいいですやん、とかめちゃめちゃいいやん、うん、無限大ですやん可能性、そう可能性は本当にね、もうエイトですね、ああの逆にあのコロッと刺して、はい、あの感じカッチャリエイトの、うん、エイトのパターンね、無限大はエイトと読むパターンね、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、いやでもアメアラさんがね、アメとにかくかっこよくて、はいはいはい、ちょっと本当にビビった、こんなかっこいい生き物、そう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 、イケメンというか事前打ち合わせみたいなさせてもらったんですよ、アベアランさんと、アベアランさんとね、本当は、うん、最初はそのアベアランヒストリーっていう企画だったんですよ、あ、これまでの歴史を振り返るみたいな。歴史を振り返るみたいな。はいはいはい、で、どんなことありました、じゃあ、ちっちゃい頃どんな子でした、小学生の頃どんな子でした、はいはいはい、学生時代どんな子でしたみたいな聞くと、もう、とにかくモテるエピソード。ー嘘じゃないやつ、ね。嘘じゃない。本当に。本当のモテエピソード。いや、あれ面白かったな。が出てくるから、もう、これは、そのモテ伝説みたいなんでくくった方がいいってなって、そうですね。そういう企画に変えたんですけど、本当にね、もうモテるんがもうわかる。もうほんまにかっこいいもんだってよ。クラスとかにおらんおらんいたらさ、ああもうさ、それはモテるよ。ああトップやろこんなの。ああそうなん。ちょっと別格やん。で例えば自分が好きになった子がさ、うん、私アラン君が好きなんて、うん、ああ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 、もうもう、ああごめん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 。ああもう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 、ああそうやな。あそらそやなって、うん、すぐ諦められるかっこよさというか。20年後そうかちょっと出直しますっていうね。確かに、ね、くらいの確かに。本当に思わされるような。もうほんま。いやでも本当ちょっとこうなんか本当にだからね、このそれこそアイドル番組とかやるようになってこう女性アイドルを推す人たちの気持ちが分かるようになって、うん、はいはい、あのアペアナさん見て、うん、男性アイドルを推す女性の気持ちも分かるようになりました。ああ確かにね。もうこれは応援するようになって。応援する。キュンキュンするようになって、はいはい、こんなかっこいい子がおったら。だしなんかまあまあ、うん、多分元気をもらうという意味ではもう一緒なんやろね。そうだしそのそういう上で誕生日とか、うん、いいイベントですよね、うん、やっぱね深夜にイベントできないから、だから放送になってるっていうのはこれはね本当だから、うん、僕もね女性、はい、比較的女性アイドルの仕事の方が、まあ、多いですね、僕はね、うん、あのやることが多いのでまあなんかどっかのその、まあ、それこそアイドルの方とか、はい、方でなんかこういうのちょっと定期的にねテレビでお祝いみたいなのを、うん、したいっていうね、いやほんまですよ、したいなっていう、うん、これをねちょっと定番化していきたいなって、いい、うん、フォーマットを本当、いやだしなんかそれって別に1年通して、うん、いろんな人が誕生日迎えるじゃないですか、そうそうそう、それ結構継続に特番としてバーってやってても、うん、なんか放送としては面白いじゃないですか、そう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 、スカパーの取り組みとしてはファンのファンマーケット、うん、ファンコミュニケーションを大事にしようみたいなのを、うん、やっぱ、ね、時代ですから、ね、スカパーも掲げてるんですよ、うん、そのうちらの目標としてね、あそうなんですか、そう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 、はいはいはい、これもう究極やなと思って誕生日を祝うって確かに、うん、いやこれほんまにだってもう誕生日とかじゃなかったら結婚式とか、あ確かに、人間のその祝い事って節目ってあんまないじゃないですか、確かに確かに、やっぱり成人式とかもあるかもしれないですけど、確かにね、そうや誕生日ですよやっぱり誕生日をね、そう何やっぱ結婚式になるとやっぱちょっと寂しいなって思う人もいるじゃん、ね、人のもんになっちゃうみたいな感覚がどうしてもありますから、そうそうそう、いるじゃんって言ってしまったもんね、ほんまにもうどうしたんですか染まって東に染まってそれで言ったら俺東京生まれやな確かにね、うん、そうやな、うん、京都の人やと思ってたらそう意外と、そう意外と、ね、生まれはこっちなんですね、生まれは東京やから、じゃあ絶対正しかった、6年間東京、はい、そうそうっすよね、そう西大島の団地育ちやから、幼き頃はもうこっちの空気座ってるから、そう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 、それは仕方ないです、だからもう、うん、ほぼ東洋町で生まれそうだったみたいな人間です、ね、東洋町ボーイですね、東洋町ボーイです、本当にだから本当にいやじゃあ別にジャンでいいじゃないですか、いやまあそうね、確かにいやほんまにいややっていってほしいですけどね、いややってそうだからね、この人の誕生日何日にあるよっていうの情報をね、確かにね一
ただければと。いや、何笑ってんねん。いや、そんなの調べろよと思って、今自分で。いや、でも自分で、確かにいっぱい調べて出てきそうですけどね。うん、ほんまにこんな大人気の人の誕生日、実は、うん、なんかこう、何日でみたいな。確かに確かに。何歳になってとか、うん、それこそさっき言った二十歳でとか、うん、まあ、ありますよね、多分ね。セブンオーダーさん。セブンオーダーさん。見てみたいな。なんかメンバー、フルメンバーでも見てみたいな。あ、本当に、うん、俺はね、あの、代々木のライブとか、去年も絶賛羽田かな。あ、そうなんです。見に行ったけど、めちゃくちゃかっこいいよ、ほんまに。なんか、バンドもできるし、踊れるし、もうどっちもやれんのよ。全部やん。そう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 。人間の全部ですよ。そうそうそう。本当に。すごいやん。そうそうそう。踊れて歌えて、踊れて歌えて。そうそうそう。すげえな。めちゃくちゃかっこよかったな。いやそう、曲もね、キャッチーやし。へぇ。すごいキャッチーな曲なんで。ちょっと追いかけて、ちょっと追おうと思った。いやいや、本当に楽しみですね。これからも。阿部アランさんも応援したいし、ね。いや、ほんま、おめでとうございます。ね、あの、Hulu でね、あの、僕らの大先輩のね、はい、西垣さんがね、監督やってました。あ、そうだ。そう。サークルのね。サークルのね。先輩の。僕らのね、喜劇研究会。はいはい、同志社大学喜劇研究会ね。さよならハイスクールね。さよならハイスクールっていうドラマ、ね。阿部原さん主演の。主演のね。ドラマ。ドラマをね。そうだ、やってらっしゃるわ。僕らの監督か。はい。二個上の、カズレーザーさんと同じ代の。そうそうそう、そうだ。会長が。なんかみんないろいろいますね、この業界に。やってるよ。なんだかんだ。そうそう。その、つながりを生放送の前日に気づく、はい、うん、そうですね。あれこれってみたいな。あれ阿部原さんって西垣さんの仕事仕事してませんでしたっけみたいな。そう。もうちょい早めに気づいてる、ね。もうちょい早めに気づいてる、ね。何かこうあったかもしれないですけどね。ですけど、まあでも本当に世間は狭いなと思うつつ、まあ阿部原さんこれからも応援したいと、うん。いや、本当に。思いましたね。それこそ、うん、そのハロプロつながりで言ったらね、ツーアウトフルベースっていう映画、はい、今年公開された阿部原さん主演の映画に、はいはい、あの工藤遥香さん、元モーニング娘。の、あ、そうなんですか。出てらっしゃるんですか。だからね、その馴染みの、だから見たことは、あの人かってなる人も多分これでいるんじゃないですか。なるほど、ハロプロ好きの人もね、はいはい、そこでようやく一番頭の話とつながったんですね。そう、伏線回収だ。ああ、そうだよ、そうだよ。伏線回収するんだよ。いや、それと何ね。まあ、そのパッションやらのちょっとアリューみたいな。そうだね、プロテインだねみたいな言い方で。キャプテン渡辺さんみたいな、ね、そうですね。なんとかだね。うなぎを食うんだぜ、ね、パチンコに負けた日が。いやいや、そうですね、っていう、はいはい、言ってますけども、いやいやいや本当に、はい、なんでこのね、うん、あのバースデー生放送っていうのはちょっとこれから定番化していきたいと思いますんで、うん、あのちょっとね、いろんな、うん、形で実現できればと思ってます。いいす、はい、少なくとも今年度中にもう一発なんかでやりたいなと思ってますんで、もう自分でキキちゃんは間に合わない。朝倉キキさんちょっと間に合わないですね。迎えてしまったんで、迎えてしまったんで間に合わないですけども、まだ間に合う方いらっしゃるはずなんで、はいはい、ちょっと探していきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、チャンネル登録、はい、高評価などお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。